こんにちは、プロゴルファーの大和恵里奈です。今日はアプローチのコツをレッスンしていきたいと思います。アプローチはまず正面まっすぐ構えます。そこから左足、右足、しっかりオープンスタンスにするっていうことが結構重要で、で、それなりに体もオープンで構いません。だときに構えたらハンドファーストになります。で、これが自然なハンドファーストです。なので、これでもう構えは完成です。後ろから見ると、まっすぐ構えて、左に向けてオープンスタンスにします。そうすることによってボールが右足寄りに来て、自然なハンドファースト。これで構えは完成です。そうするとちょっと低めのチップショット、普通のピッチエンドランみたいなアプローチショットの時の構えです。これはで上げる時のポイントなんですけど、これもやっぱりこの構えた、なるべくここの感覚を変えずに、みんなやっぱり軸がずれたり手で持ってっちゃったりする人が結構多くて、あとはでもちょっとオープンスタンスにしてあっちに打つイメージなんで、なるべくクローズはもう絶対ダメです。こういう感覚、ターゲットに向かって体を向けてあげる。そうすることによって自然なインパクトのハンドファーストが自然にできてくるので、勝ち上げて右サイドに残っちゃうっていうことを防ぐことにもつながります。上げるときはこう上げたりとか、こう上げたりとか、上から打つ、それ一切必要なくて、手元とヘッド、低めに上げてあげると球も低く出て、ちょっとスピンが入ります。上から、アマチュアの方は結構上からクラブをガツンって入れた方がスピンが入るんじゃないかっていう話が結構聞く、話は結構聞くんですが、しっかりそんなことはなくて、低めの、手元の位置、低めですね、なるべく。それでしっかりハンドファーストに構えている分、上げてあげたら体も一緒に、最後は左足でしっかり立ってあげる。こういう状態で打つ人だったり、こうなっちゃったりする人も多いので、なるべく体と一緒に最後フィニッシュしてあげる。そうすることによってここの角度もフェース面の角度も変えず、しっかりインパクトできるので、常に安定したインパクトが迎えられる。それであとアプローチはもう構えさえしっかりオープンスタンス、右足寄りで、体もちょっとややオープンで、ハンドファースト自然になるっていう構えさえしっかり取れていれば、あとはバックスイングはあんまり体を使おうとしなくていいです。結構アマチュアの人で多いのは体を頑張って使おうとしすぎちゃってる人も多いです。なのでこのまま構えたらもう左足体重でもいいぐらいなので、あまり体を動かそうとしないで、上げて下ろすぐらいで、上げて下ろすだけでポジションにしっかり入ってくるので、あんまり体を使って打とうっていうことはそんなに必要ないです。気持ちは上げて下ろす、なるべくシンプルに打ってほしいです。アプローチは、あまり複雑に考えるとすごく良くなくて、イメージもすごく悪くなるので、イメージのしっかり出るような構えを作ってあげて、あとはそこに上げて下ろしてあげる。で、右手の感覚ってすごく重要なので、右手だけの練習もすごくいいと思います。構えでしっかりこう左は効いてしまってると思うんですけど、まあ、なるべくその感覚も変えずに最後まで、最後のこの立った時もしっかり左手と体の面も一体してあげたいです。これはまあ好みでどっちでもいいんですけど、右手意識で右でこうやって打っていきたいタイプなのか、左でこの方がイメージ出るよ、まあそれはどっちでも好きな方でイメージしてもらって、まあ練習も、まあ、右手で
やっていきたいか、左手も使えるんだったら使って練習してもらって、なるべくこの両方の感覚でしっかり自分の感覚をこうマスターしていくと、両手になった時にもっとイメージが良くなるんで、体の面と軸とがずれてると片手では打てないんで、その練習もちょっと10球とかでもいいんで、練習場行った時に最初にやると体の面とフェース面が合いやすいかなっていうふうに思います。